はい、どうもこみです。さて、本日はこちら GS さんからお届けするんですが、ですね、残念ながら、今日が GS さんでの最後の動画ということになります。タンホール11、12のアタックに関しては、これからもね、継続的にやらせていただこうと思ってるんですけども、ちょっともう GS さんの活動が休止になっちゃうということがあって、まあ、GS さんで撮らさせていただくのはこれが最後ということですね。残念ながら、プレイオフまで進出されていた CWL もですね、ベスト12位で、判定、敗退ということが決まりまして、で、その先がですね、あと13オンリーやってるだけになってくるので、11、12の動画が撮れる環境にちょっとなくなってしまったというところでございます。ただですね、やっぱり本当にもうレベルの高い、この CWL の中で、輝きを放っていた GS さんですんでね、最後のこの1本もぜひご覧いただければなということに思うんですけども、ですね、中身は今回タンホール11にフォーカスしようかなというふうに思っております。で、11の中でこの2つの戦術だけ、きっちり極めれば、もう全然もうあらゆる環境で今の11通用するんじゃないか。またアップデートが来て少し変わるかもしれないですけども、11に関してはそれほど大きな防衛の強化面での修正はおそらく入らないかなと思っていて、13は結構ね、変わるんですよ。宝石機の仕様が変わったり、クロスボウのレベルが上がったり。なんですけども、やっぱりまあ11で、一個大きく変わるとすれば、ライトニングがクラン城に入らないってところかもしれませんが、まあそれも今回見てもらう戦術はあまり関係がないので、極めてもらうと、かなり幅広く使ってもらえるかなというふうに思います。ぜひね、最後までご覧いただいて、もしね、あ、これ参考になったなと思ったら、グッドボタン、チャンネル登録もよろしくお願いします。で、ですね、まず1個目。やっぱり強いぞ、僕らのネクロですね。これ、強いんですよ。今回、ジュンさんのネクロを見てもらいたいと思います。やっぱりもうネクロといえばジュンさんですね。なんだかんだ言って、ジュンさんのネクロは本当にうまいと思います。で、今回のジュンさんのネクロっていうのはどういう風にいくかっていうと、ここ、クエイクで全体穴を開けていって、ここも開けるんですね。で、そうすることによって、このクラン、この、村全体に、ユニットが行き渡るような格好を作る。まあ、どういうことかっていうと、例えばその、壁の外から殴れない防衛とかあったりするじゃないですか。こういう防衛がなるべくないようにするんですね。こういうとこから殴れないようなこういう防衛とか、こっちから入っていって、が殴れないとか、まあそういうことがあったりするじゃないですか。なんだけども、ここの壁を開けることによって中心から入っていったユニットたちが確実にこの壁の中をこう殴っていってくれるので、中と外からの波状攻撃で全ての防衛が、必ずネクロマンサー、ボーラー、たちによってこうアプローチ可能な状態になっているっていう、これがポイントになります。で、こう見てみるとわかりますけども、壁の中にあって殴れない施設ないですよね。ちょっとまあこのマルチが遠いかなというふうに思いますけど、遠いって言ってもちゃんとここまで来ればそのままこう殴ってくれるしというところで。で、それをやっぱりちゃんときっちり順さんやりながら、なるべく序盤に高火力帯が当たるような入り方をしています。防衛軍がここにあるので、まあそいつとこのタイミングで当たる。それでトームを打っていくっていう感じですね。まあ、タンホール11においてもやっぱり防衛区の存在は非常に厄介なので、そこを序盤に、破壊、しかもトームが使えるということで、大量のネクロと、グランドボーデンの能力を使って、高火力帯を一気に突破していって、中盤から終盤にかけての中高火力帯と、まあ、中低火力帯かな、のところっていうのを、もう惰性ですね、勢いで押し切っていくというような感じになります。何度もこの攻め紹介してるんですけども、やっぱりその、村の作りをこういう風に、壁によって、ネクロマンサーが攻撃できない、施設がないようにこう調整していくというところが、まあ、一つポイントかなと。やっぱこうね、壊しづらい壁の中の施設がこう残っちゃうと、そこに対するアプローチが遅れて、やっぱそこが最後になっちゃうんですよね。っていうような感じで、最後壁を殴り開けるとかになってくると、壁に捕まっているうちに、中にその水筒とかあった場合には、スケルトンに巻き込まれてネクロマンサー本体がもうやられちゃったりしますんで、そうならないように気をつけるということですね。はい。で、次行ってみたいというふうに思います。これですね。同じくネクロマンサー、枠王さんですね。の、アタックになってきますけども、これね、面白いんですよ。何が面白いかっていうと、さっきのセオリーから少し外れるんですね。壁をちゃんと全部破壊していかないという、作り変えていかない、呪文とかを使ったり、壁開けたりして、アプローチできるようにしていかないということ。むしろそれよりも、このマルチインフェルノとかクロスボウを破壊する呪文のライトニングクエイクの方に呪文枠を割いていってますね。
で、スーパーウォールブレーカーも1体しかないので、2体目を出してもここの壁が開いちゃうんですね、ここが。なんで、開きたいのはここですけど、そこまで行くのにスーパーウォールブレーカー数必要になっちゃうんで、使わないという判断かと思いますが、結局、やっぱりこの中心部のイーグル砲っていうのは、壁の中に入んないと殴れないんですね。なので、そこの壁をスケルトンにこう殴り開けさせるんですね。で、束になっているネクロマンサーはこっちの、9時方面にいます。が、3時方面に関しては、援軍から出てきたホグライダーが、突き進んでいってくれて、だいぶ破壊してくれます。で、壁を殴り開けた、ウィザーと、あとはネクロマンサー、ペッカ等々が中心部をえぐることによって、今度は逆に、中心部にこれらが入ってきたので、そこから、壁の一層内側の固有施設っていうのをこうアプローチしていけるんですね。で、こうなってくると、外側に関しては外周回ったネクロたちがこうアプローチしていく。で、内側からもアプローチしていくっていうことになって、この壁の中の施設っていうのが全部やっつけられます。まあこっちも、こっちはクエイクとライティングで壊してるから、まあ、この辺かな。この辺まで。全部これで、綺麗に型がつけられるということですね。まあ、さらに、その勢いで壁を殴り開けたネクロマンサーたちがさらにこうね、進軍していってますけども、もうこの中心にこのゴーレムとか、ネクロの部隊がいなくても外周回ってるプレイだけで、あとはこの2つ、壁の中にありますけど壊しちゃうんで、問題なく前回まで伸びるということです。いや、本当になんか同じような攻め方をしてるんですけども、やっぱりその壁の作りとか殴る場所とか、あとはその攻める面とかですよね。この辺の選び方で結果が変わってくるんだと思うんですが、それをきっちり使いこなしている GS のメンバーさん、本当やっぱすげえなと思いますよね。レベルが本当高い。もう解散されるのが本当ね、個人的にもう本当にもう残念で残念で、もっと見たかったです、本当に。で、次、ライトニングドラゴンです。これがやっぱりまた強いですね。世界選手権でタウンホール13の、アタッカーがかなりこれを多用していたという、記憶を持ってらっしゃる方も多いんじゃないかと思いますけども、それを12に応用、11に応用すると、対空砲とかですね、エアスイーパーがまとめてこういう風に折れる場合っていうのは非常に美味しいですね。折れてしまった後、さらにこれ3本目も狙っていって、4本目の対空砲に関してはヒーローで狙っていくという格好になります。で、中央にあるのはマルチインフェルノ、ちょっとこれがね処理しにくいんですけども、この誘導っぷりちょっとぜひ見ていてほしいと思います。ヒーローでこちら側をこう削っていきます。ガツンとこういう風にですね。で、ドラゴンたちをこの面から出していくんですけども、アーチャークイーンは若干こう順次方面に進みますが、その後ドラゴンたちが進軍するに従って、ターゲットとする、施設がなくなってくるので、またですね、9時方面とか6時方面、ババキンのいる方面にこう戻っていきます。で、この部分ですね、ドラゴン出した部分、こういう風に今出してましたけども、そうするとこの中心部にこう集まってくるっていう性格があるんですね、ドラゴンって。まあ、書けないな。こういう場合、こうか。ここに集まってるような感じ、こういう風に。で、そうなってくると、今、ここに集まったドラゴンがそのまままっすぐ進行すれば中央に入っていくってことなんですね。もしもこのドラゴンたちの出し方を完全に、面にしちゃったり、まあ、こういうとこから出しちゃうと、こういうとこですね、から出しちゃうと、みんなドラゴンがこういう風に揃えていっちゃったりするんですけども、でこの角から出していくことによって、この角の中から少しこう内側に入っていくようなイメージで、ドラゴンを誘導していくという形ですね。なんか結構ね、ここの施設が序盤残っちゃうんで、ドラゴン出した瞬間に残っちゃうんで、ちょっとそこが心配に感じるような部分もあるかもしれないんですけども、実際には、そういう、なんていうんですかね、施設よりもむしろドラゴンの進行ルートっていうのを出し方で調整していくっていうところが本当に、うまいポイントだったなと思います。ちょっともう一回見てみましょうかね、この序盤のところ。こんな感じですね。あと、先にライトニングか。ライトニングが来るので、大きくしておいて、どんどんどんと落としていくのかな。でもよく見たら1分50秒の展開なんですね。めちゃくちゃスピーディーだな。やっぱりロックボマーの力もすごいですし、対空砲やスイーパーの影響を受けない面からそもそも出していて、まあかつ、ダメ押しのライトニングでそれも壊しちゃってるんで、相当大きなドラゴンにとってのアドバンテージになったっていうことですね。で、クロスボウに関しても、ここに固まっているので、これ序盤にやっぱり突破できちゃうっていうのは、でかいですね。クロスボウって、まあ、ダメージもさることながら結構体力が高いので、壊すのに時間がかかっちゃって、そこ壊してるうちにドラゴンがやられちゃうということも結構あるんですけども、それがないですね。はい、こんな感じですね。微妙ですけども、なんていうのかな、こんな感じになってるのがこう分かりますかね。
微妙にこんな感じなんで、こいつここにいるドラゴンっていうのがカットの役割をしてくれて、中にいるドラゴンたちがみんなこっち方面にこう進んでいくんですねって感じになります。はい、ではラストですね。プサンのドラゴン、やっぱりプサンのドラゴンうまいですよね。よくその見かけるんですけども、本当に上手だなと思っていて、でですね、プサンのドラゴンは今度はここの区画っていうのを壊していきます。ライトニングでですね、マルチインフェルノと対空砲をまとめて壊すという感じです。あ、いや違うか、間違えた、ごめんなさい、マルチインフェルノ対空砲じゃないな。このなんだ、アチャ島と、マルチインフェルノですね。これをすることによって区画をちゃんと整備していくっていうのがうまくて、こっちだ、対空砲2本はこっちを壊していきます。でこんな感じにするんですね。そうするとドラゴンのルートが見えるんですね。ここにこんな風にこんな風に見えませんかね、ドラゴンのルート、ぐーって。で、そのルートを確かなものにするために、出していくヒーローの場所もまた、ポイントで、こちらババキンがいる方ですね、6時側に関しては、バーバリアンキングで当てていって、ババキン対ババキン、フィストを使って突破。で上側は火力がそんなに高くなくて、アーチャークイーンがちょっといるので、そこが少し怖いんですけども、アーチャークイーンで突破していって、ドラゴンはその中心部を真ん中をこうすり抜けるように入っていくという感じですね。序盤の、イーグル砲も防衛軍と当たるところ火力が少し上がるんですが、トームを使って回避で行って、アーチャークイーン、相手のアーチャークイーンに関してはこれドラゴンが処理してくれましたね。かなりこれは美味しかったですね、アーチャークイーン的には。なのでアーチャークイーンはしっかりこのウィズ島までカットすることができたので、これギリギリでしたけども結構大きくって、ガーゴイルが、ここで仕事をすることができますね。で、中心に入ったドラゴンたち、少しダメージを受けてますんで、最後のね、マルチインフェルノに当たるところでしっかりヒールを焚いて、マルチインフェルノはもうドラゴンにとってヒールさえあれば全然怖くない施設なので、回復しながらマルチインフェルノを破壊していくと。で、最終盤、集結していったドラゴンたちがテスラ森を破壊して前回まで持っていくと。いう感じですね。だからこの、ドラゴン、ライトニングドラゴンする場合にはいかに、ライトニングを効率的に打って、対空砲を壊しながらルートが作れるか。ですね、それを最初に見てみて、そのルート作りのイメージが使わなかったらネクロマンサーを試してみるとか、逆にそのネクロマンサーで壁をどう突破するかっていうところがちょっと、イメージがつかめなかった場合には、じゃあ、対空砲を、ライトニングで壊すっていう手はないのかというふうに考えてみる。で、壊しながらルートが作れたりすれば、さっきの1本目みたいに、2本目かな、かなり3本目では何言ってるんだ頭が混乱してますね。3本目のこのアタックみたいに、中心部というかにこう独立してイーグル砲とかに、ね、あったり、今回はマルチインフェルノですけどあったりする場合でも、そこにドラゴンを向かわせることは技術的に可能なので、慣れをね要するかもしれませんけども、ぜひ試してみてもらえたらなというふうに思います。というところでどうでしたかね。本日タンホール11の今の環境でめちゃくちゃ使える2大戦術ということで紹介をさせていただきました。改めてね、本当 GS さんには短い間ですけども、お世話になりまして、いろんなレベルの高いタンホール11、12のアタック取らさせてもらって、自分も勉強になったし、それがこう見てくださっている皆さんに少しでもこう伝わっていたらですね、本当に嬉しく思います。改めて本当にこの日本を代表する大きなクランさんの活動休止、残念ではありますけども、クランの運営された皆さんだったり、メンバーの皆さんにはありがとうございますと本当にお礼を申し上げたいところで、またですね、おそらく別のクランさんに移る方もいらっしゃるでしょうから、そういった方々とは引き続きですね、いろんなイベントとか、大会とかでこうお相手してもらったり、一緒に楽しめたりとかしたらいいなというふうに思っております。ではですね、また今後のタウンホール11、12はちょっと別のクランさんに、伺ってということにもなると思いますので、一旦ここで、GA さんの、動画に関しては、終わりということにさせていただきますが、これからもですね、幅広くタウンホール11、12、13の動画上げていきますので、よろしければ、グッドボタンとチャンネル登録もよろしくお願いいたします。そして今後もぜひぜひご視聴いただけたら大変嬉しいです。では本日このあたりで動画を終わりにしたいと思います。GA の皆さんありがとうございました。また次の動画でお会いしましょう。バイバイ。